イオンモール八幡東は、福岡県北九州市八幡東区に、イオンモール株式会社が開発、運営を行っている、ショッピングセンターである。2011年11月21日、SC の名称を、イオン、八幡東ショッピングセンターから現名称に変更した。博物館側、出入口2006年11月22日開業。新日鉄都市開発及び、 北九州市が新日鉄住金や渡製鉄所の有給地を市街地整備した八幡東電総合開発のタウンセンター地区に位置する。事業主体は新日鉄都市開発、イオン八幡東電を各店舗に148の専門店が並ぶ。イオン株式会社が九州で初めて設置したショッピングセンターであり、イオンが 各テナントのショッピングセンターは、イオン、九州株式会社が設置しているイオン若松、ショッピングセンターに次ぎ、北九州市内で2店舗目である。2011年3月1日に、メインテナントの名称を、ジャスコ八幡東店から、イオン八幡東店に改称した。2013年に入ってから、開業以来初となる、約2ヶ月半にも及ぶ長期の改装工事が行われ、 テナントの入れ替え、イオン銀行やイオン保険サービスで構成される、暮らしのマネープラザの新設、ワオンチャージャーの増設に加え、モール全体のエネルギー使用量を予測、把握するスマートビームズの導入による、見える化、ソーラーパネルの設置などを行い、北九州スマートコミュニティ創造事業に参画することで、ちぐるみの視点を取り入れた、次世代型エコストア、スマートイオンの1号店として、 同年3月15日にリニューアルをオープンした。2020年2月19日にイオンモールから投資施設に隣接するスペースワールド跡地に2022年3月オープンとしてアウトレットモール業態であるザ・アウトレットの広島に次ぐに店舗名を建設する旨が発表された。イオンモールとザ・アウトレットが隣接するのは投資施設が全国初となり、 イオンモールとザ・アウトレット間は新設するデッキで行き来可能となる予定。レイクタウンのアウトレットはザ・アウトレット業態ではない。イオンや旗東店を各テナント中心に以下の主要テナントがある。隣接するスペースワールドが閉園した土地にイオン系列のアウトレットモールが2022年3月に開業予定。1階の駐車場を侵入口近くに西鉄バス。 北九州の停留所が設けられている。駐車場の真下にあたり、実質屋根付きの状態である。主な行き先は、以下の通り。中央町方面、スペースワールド方面また、距離はあるが、東田大2、入口バス停からは別ルートの路線が発着している。イオン、八幡東ショッピングセンターに関する、カテゴリー、イオン八幡東店に関するカテゴリー。ありがとうございます。